平野紫耀岸優太 2B で CM キングになる理由は天性のナンバーアイが 2B で日本の天下を取れるその理由とは。こんにちは、スコープ芸能です。2月7日サントリー人水の CM キャラクター就任が発表されたナンバーアイの平野さん。同月10日からは平野さんが滝沢秀明氏のエンターテインメント会社 2B に合流後初となるテレビ CM が全国でオンエアで大きな注目を集めています。そんな平野さんですが、すでに別会社との CM 契約も決まっていることが2月20日発売の週刊女性が報じています。平野さん、岸さん、神宮寺さん、ナンバーアイが3人全員で大手ファストフード会社の CM に内定、今春から放映予定だと報じられています。ナンバーアイは平野さんがパートナーシップ契約を結ぶルイ・ヴィトンの写真をインスタグラムに投稿すれば26万円のバッグと20万円のパーカーが全サイズ売り切れになるなど、とにかく商品訴求力がとんでもないグループです。各企業がその圧倒的な人気にあやかりたいのも当然ですよね。平野さんは文部科学省認可の株式会社立大学デジタルハリウッド大学の CM キャラクターにも選ばれています。デジタルハリウッド大学のテレビ CM は2月16日の一夜限りの特別企画です。放送当日はヤフーリアルタイム検索でデジタルハリウッド大学の検索数が目に見えて多いデータも明らかになっており、平野さんの影響力の高さがうかがえます。芸能プロ関係者はナンバーアイは令和の CM キングになるのではと言い、こう続けます。ナンバーアイの3人は当然若い世代に大人気ですが、それだけではないんです。世間を大いに騒がせた脱退騒動が要因で、結果的に幅広い世代からも支持されるようになったと言いますね。だからこそ幅広い層にリーチできるナンバーアイはCM キャラクターとしては最高の存在なんですよ。彼らはSMAP解散騒動を思い出させる出来事があったため、少し年齢層の高いSMAP世代のファンが似た境遇を経たナンバーアイを応援しているところもあります。また騒動前から岸さんは老若男女問わず大人気のザ・鉄腕ダッシュの準レギュラーだったこともあって、そこも大きいですね。岸さんはダッシュなどの番組で見せる気持ちの良い食べっぷりからもぐもぐ岸くんといった愛称で親しまれていました。ナンバーアイ結成後に立ち上げた X 旧 Twitter 宛ての驚きの出来事を考えると、コンビニや食品メーカーが彼と組むことを考えているかもしれませんよ。また今回ファストフード会社の CM に旧ジャニーズではなくナンバーアイが内定したのにはそういった事情もあるのかもしれません。ナンバーアイの CM 出演についてファストフード会社の広報に確認したところ、非公表情報となりますので回答を差し控えさせていただきますと否定はしなかったようです。そんなナンバーアイですが、2月9日にインスタグラムライブを行いました。これまでに平野さんと神宮寺さんが個人でインスタライブを行ったことはあったものの、岸さんも含めた3人揃っての配信は今回が初です。まずは1月1日にリリースされたゴートについて、たくさん見ていただきありがとうございましたと感謝を伝えると、3人はリリース時に互いに連絡を取り合い、ファンと同じようにカウントダウンをしていたと告白しました。さらに SNS で楽曲に対しての感想やリアクション動画が投稿されていることに触れ、多くの反応があったことへの喜びを語りました。そんなゴートを含む CD のリリースに触れた後、ファンクラブ用のデジタルマガジンを撮影した話題になると、岸さんと平野さんの天然ぶりが炸裂しました。写真を撮り下ろしたことを神宮寺さんが話していると、隣で岸さんが撮り下ろしだよねと不安そうにつぶやきます。それを受け、どういうことですかと神宮寺さんが問いかけ、このためだけのという意味と答える岸さん。しかし今度は平野さんが、あ、そういうこと、取り下ろしは編集せずにという意味かと思っていた、下ろすって何と困惑した様子を見せます。生産みたいなことだよね。
そう尋ねる騎士さんに、神宮寺さんが生産ではないですけど、わら、まあそういうことです、前に撮ったメイキングではないですよっていう、このデジタルマガジンのために、皆さんのためにですね、撮らせていただきましたと説明した。続けて、今日決めたかったやつあるんですよと平野さんがファンネームを考えたいと提案しました。配信を見ているファンにアイデアを求め、いくつか案は上がるものの、次第にコメント欄は大喜利状態になります。最終的に岸さんは、しっかり考えて皆さんからいただいた名前に決定しようと思います、その発表は未定ですと語り、ファンネーム決めは持ち越しとなりました。後半では、岩橋元気さんが配信を視聴していることに気づき、平野さんが岩地元気してるかと呼びかける場面も。開始直後に16万人だった視聴者は、インスタライブが終わる頃には20万人に達しました。ドーム5回分と話す平野さんに、なんでさっきから換算の仕方がドームなの、しかも4回分だしとツッコミを入れる神宮寺さん。終了時間が迫り、まとめに入る岸さんに2人が、まだ終わりたくないと止めて困らせつつ、最後は一本締めでナンバーアイの初インスタライブを終えました。3人の会話のラリーに笑わせられつつ、自由な発言を繰り出す岸さんと平野さんを神宮寺さんがまとめる構図が際立っていたインスタライブでしたね。思い返せば、これまでにも様々な場面で天然ぶりを見せてきた岸さんと平野さん。例えば11月に配信された飛べ版でのシーンが思い浮かびます。素人のコラボ企画でメニューに採用するネタを選ぶことになり、候補を尋ねられて、何がと聞き返していた平野さんと、隣でひたすら試食を続けていた岸さん。周りからは、3人中2人が企画の趣旨を理解していないと突っ込まれていました。もう少し遡ると、2人の発言がシンクロして話題になったこともあります。ザ・鉄腕ダッシュに岸さんが出演した際、1メートルは何センチメートルなのかを尋ねられて、60センチメートルと答えていたましたが、平野さんは帰れマンデー見っけ隊に出演した時に、1キロメートルは600メートルだと思っていたという旨の発言をしていました。さらに別時期、別番組のロケでコーヒーの味の感想を聞かれた2人は、その飲みやすさを共に水みたいと表現したこともありました。元から考え方が似ているのか、それとも長年一緒にいるから似てきたのか、どちらにしても物事に真剣に取り組むあまり、時折なぜか少しずれた発言をしてしまう2人を愛おしく思えますね。一方、歌やダンスなどのパフォーマンスの際には、揃ってクールな一面を見せる平野さんと岸さん。恋愛でもそうですが、あまりに完璧すぎると自分とは縁遠い存在だと認識してしまう人も多いでしょう。ありのままの姿を見せて親近感も湧くところが、彼らの魅力の一つではないかと思います。そんな最強コンビの岸平に、2人の最大の理解者であろう神宮寺さんが加わって、ハマるべきところにハマっていると感じますね。初のインスタライブも含めて、最近は続々と嬉しい動きがあるナンバーアイ GOTO の華麗なパフォーマンスに圧倒されつつ、その彼らの和やかな雰囲気に癒される日々ですね。ちなみに雑誌ポポロ2020年6月号に登場した元キンプリメンバーたちが、一番男らしいメンバーはとのテーマでインタビューに答えているのですが、その中で岸さんは平野さんの名前を挙げて、こんな風に語っているのです。前述のポポロで岸さんは、平野さんのメンバーだけが知っている頼もしい素顔を明かし、ザ男のイメージはショー、遊ぶ時みんなを楽しませるために率先してはしゃぐ姿にリーダー気質を感じる、メンバーの扱いが分かっていて、何かと気にかけてくれる優しさもあってかっこいいなと思うよと語っていたのです。一方の平野さんはというと、こちらも男らしいと思うメンバーに岸さんの名前を挙げています。岸くんはすごく心が広いの、結構長い付き合いだけど怒った姿を一回も見たことがないからね。人の意見をさっと受け入れてちゃんとこなしてしまうところも男らしいと思う。ライブや舞台、いろんな場面で感じるよ。
と岸さんのことをベタ褒め。メンバー全員が仲の良いことで知られていたキンプリですが、リーダーとしてグループを引っ張ってきた岸さんとエースを担ってきた平野さんです。二人の間に特別な絆が芽生えていたとしても不思議ではありませんよね。彼らの不思議な魅力が新 CM キングとしてなりうるゆえんなのでしょう。彼らのこれからに期待が膨らみます。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。